ストリームジャパン2011、この選手の出場を心待ちにしていたというファンも数多いことでしょう。今回も来日と同時に大歓迎を受けました。プラムック、自分にとって肘打ち、首相撲から膝蹴りありのルールは言ってみれば無制限のルール。やっと本物のムエタイを見せることができる。そして今やムエタイから世界に飛び出した立ち技格闘技、ひとかどのもの頂点を争うプラカオ・オー・プラムック。おー、これはタイの成長の天井への出陣のいでたちか。今回の戦い、来日直後に飛び出しました絶好調宣言、タイの国旗を後ろに花道へ。日本の皆さんは今までに見たことのない試合を自分を見ることになるでしょう。ムエタイの本当のブラカオ・ポープラムックを、マキノ・トモアキ・プロ・ジャパン。自分は格闘技を始めた頃、彼はすでに K-1 王者だった。自分はこれが15戦目、でも対戦できることに興奮している。マキノ・トモアキ、無謀か、チャンスか。プロへの登竜門にしてグローブ空手の老舗新空手の交流大会で初優勝を果たしたのが2005年11月。そこからなんと30歳でプロデビュー、33歳で日本王者、今34歳、ここまで来た。超のつく遅咲きのクライマックスは常に今、牧野智明。70キログラム契約、ブラカオ・ポープラムック対牧野智明です。さて高崎さん、はい、まず今どんな思いでこの戦いをご覧になっているか教えてください。はい、単純にワクワクしています。本当にブアカオ選手が K-1 とは全く違った自分を見せる、ムエタイの技、何とは言わないんですね、全部だと、はい、それがどんなことになっているのか、K-1 の試合しか見たことのない日本のファンも多いと思いますので、そこをじっくり楽しんでほしいと思いますし、はい、今このワイプルーやってるブアカオ選手自体がすごい新鮮ですよね。そうですよね、そしてかっこいいという、ブアカオは非常にこの祈りを捧げる儀式ワイプルーにもその愛着といいますか、はい、長い時間やらせてくれというふうに意思表示したそうですね。あ、はいはいはい、狙いをつける両者ですね。はい、今終了したようです。さあ中央に集まって、身長差がこうやって見るとだいぶあります。ありますね。牧野智明が187センチ、ブアカオは174センチ。とにかく対戦を直訴しました牧野にとっては
それは生命線ということになるでしょうね。そうですね、全部で勝つ必要はないと、勝っているポイントに絞って狙っていくというふうに言ってましたので、はい、まあ、そこをもう十二分に生かして、生かすしかないとも言えますしね、はい、そんな相手ですよね、はい、さあ今ゴングです。ブアカオは日本では昨年末以来の試合となります中島ひろき戦でした。前に出て組もうとしたのが牧野。いやもうこの出だし、どんな展開があっても高崎さんゾクゾクしますね。そうですね。さあブアカオは非常に強靭な肉体を持っています。とにかく何でもできて、どの技も強力、大きな技ともここまで数多く戦ってきましたよね。そうですね、個人的には K1 参戦の最初の頃にミスした上段前蹴り、はい、顔面をえぐるような、ね、あれを見たいんですけども、はい、この身長差でもしっかり出してくるのかっていう、届くこと自体は間違いないでしょうね。そうですね。さあそれに対してハイキックをもうすでに2発出しているのは白いトランクスチーム侍の牧野智明です。ここまで日本対世界チームインターナショナルという点で言いますと1勝、まだチーム侍は白須安人の1勝しか挙げていません。一旦ブレイクからさあ続行です。ブアカオがいい顔してますね。牧野選手にもこの試合で名前を打ってほしいっていうのはすごくあるんですけどね。はいはい、ビッグチャンスです。まずその自分にとってはこれもう臆するところは全くないというふうに話しましたね、はい、2段構えのケリー・ブアカオ。牧野は J ネットワークスーパーウェルター級、そして WBKF の世界スーパーウェルター級王者ですね。そうですね、今年の4月に王座決定戦を制して取ったばっかりなんですけども、はい、その自信もあるでしょうし、イランのムエタイ王者、はい、アスガル・ギベチに勝利しました。そしてムエタイ対策もセンチャイ・トングライ会長が知っていますセンチャイ・メタイジムでトレーニングを重ねてきたようですね、はい、そうですね。ただもうちょっと、右足がちょっと痛そうですね。動画はいはい、確実に的確にラスト30相手の芯から切り崩してやろうというところ、お左の肺が交錯します。ブアカオはどうですか。そうですね、言ってた通り全ての技を出してますし、はい、K-1 ルールに適応するために磨いたパンチもしっかり当たってますね。あ、そうですね、この試合の中でも、そうですね、もちろん大きな武器としています。残り時間が少ない第1ラウンド、いや至近距離では左肘もありましたが、ここで第1ラウンド終了です。ザ・ブアカオ・ポープラムック対牧野智明の第1ラウンド、はい、どんな風に堪能されましたか。はい、ちょっと牧野選手目線になっちゃったんですけども、想像以上だと思ってるんじゃないかなと。全ての攻撃、まあ、ミドルにしてもパンチにしても、はい、全てが想像以上だと思ってるんじゃないですかね今頃。牧野自身の攻撃という点でいくといかがでしたか。はいはい、終盤なんですけど、ロープに詰めて一回膝が入った場面があって、まあ、その辺が勝つのかなという気はしますね。やや崩れた体勢から左肺の打ち合いもありました。しかしこちら本当にブアカオ涼しい表情してますね。セコンド戦いの最中とはいや、およそ思いません。第2ラウンドです。ラウンド2、今ゴング K-1 ワールドマックスでは2004年2006年優勝、そしてシュートボクシング S カップ2010年優勝者、世界に名だたるブアカオ。それに対して牧野、さあ第2ラウンド以降ですね、はい、高崎さんが考えていることを教えてください。そうですね、牧野選手にしてみれば、もっと距離を取るか思い切って接近戦に持ち込むかどっちかだと思うんですけども、はい、やはり一番いけないのは中途半端ということになりますか。そうですね、
上川選手出入りも早いので、中途半端な距離からだと仕留められてしまうので、はい、必要最小限の動きでですね、はい、ここもそうですね、そうですね、力が入ってきましたね。いやそうですね、変わってきました。ちょっと前傾姿勢になってきた牧野、もうその右の腕肩、そうですね、真っ赤に変わっています。さらにブアカオはこの防御も非常に硬いですね。そうですね、決して引退して取らせませんからね。ああ左が当たって、高崎さんこれ体勢を崩しましたね。牧野、そこに右肘、左一撃で切れた。切れてますね。出血があります。ダウンプラス顔面の負傷。牧野立ち上がりましたが、ブアカオさあさらにエンジン全開というところ、いやいや、ここはタイムストップです。そうですね、場所的にストップはないかなとは思うんですが、左目の下、左目と鼻の間あたりでしょうかね。どうだ、あー OK という声が、そうですね、聞こえています。再開です。しかし第2ラウンド最初のダウンを奪った、そして大きな大きな有効打があったのがブアカオです。高崎さん、はい、まだ攻め入る時間はたっぷりありますね。そうですね、ただちょっと左側をもう殺されている感が、はい、左側を殺しておいて右を攻めるという、もう、恐ろしいまでの作戦というかですね、リズメということになりますね。パパも左ダウンです。今はパンチか肘か、だいぶ距離が近づいた、その刹那、そうですね、合わせました、パンチですね、パンチですね、2度目のダウンを奪っています。さあさらにもうここは高崎さん、もう一撃といくようですね。そうですね、仕留める気満々ですね。好戦的なブラックアウト、ここでレフェリー試合をストップします。高崎さん納得のストップという、そうですね、はい、止めるしかないですね。いや強いブラックアウト、完璧です。2ラウンドの結末、いや奮闘を続ける牧野智明、これを振り切りました。ブアカオ4プラブックです。さあ高崎さん、はい、改めて感想をください、はい、強いブアカオというよりも怖いブアカオが見れたなっていう、はいはい、もう 2ラウンド最初から一目に来てましたから、はい、ミドル一発にしても表情が全く1ラウンドと違ってたので、その恐ろしさ、あと肘ですね、肘って倒す肘と切る肘があるなんてことをよく言うんですけども、はい、倒した上に切る肘っていう、もうどうしたらいいのかっていう感じですよね。そうですね、いや牧野サイドの進撃を止めて、はい、逆サイドからの攻撃、ね、これによりチームインターナショナルは4勝1敗としています。